一応猫に、まあ、紹介しとくんだけどさ、この人、フォートナイト運営の人。え？確認は取れたけど、はい。ID も一緒だね。はい、ですよね。怪我し。猫くん、君だよね、これ。あ、お前、煽り芋としてんじゃねえ！何やねん。死ねえ、ゴキブリ。怖い、怖い、怖い。怖っ。何？何あの、ゴキブリみたいなやつ。一緒。オッケーオッケー。じゃあ、ここ行くか。ここ行こう。何そのゴミみたいなとこ。いや、ここが一番強いんだよ。お前知らねえの。知るか、ボケ。お前、俺より効果遅いとか、ザコじゃん。初心者かよ。やめちまう。いや、そんな変わってないよ。言うても。黙れ。言うても。俺もあ、ちょ、敵いる、敵いる、敵いる。あ、やった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 。え？おいおいおい。おいおつお前、煽んなって、お前やめろ。普通に、普通にやって、普通にやって。おい、ね、マジでやめろって、お前。雑魚何このボブ。お前そういうこと言うなよ。お前だろモブ。黙れ雑魚。動画の途中なんですけど、クリサポで始めたんでよかったら皆さんクリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません間違えました。SYNOO です。はい。皆さんあのクリサポよかったらお願いします。普通の街じゃ雑魚すぎて俺には物足りねえわ。いやでもアリーナ勝てたことないでしょお前。あるよ。いやな、え、ないでしょ多分。黙れ。アリーナ今ポイント何アリーナ。4000。あー、まあ俺よりは高いか。あ、ちょっと待って、どこ行ってんの？こっちこっちこっち。こっち行こう。黙れ、ピースケ。ザコが。あ、敵いる敵いる、撃つよ。撃ってろよ、勝手に。あ、おい、カバー来い。オッケーオッケー。あー、待った待った。おい、バーカ、後ろの味方もしないねんか、ザコがよ。死んどけ。あ、やめろって、マジでやめろ、お前。おい、マジで一回止めろ。おい、やめろ。マジでやめろ。ザコ、お前。なんで煽り、なんで煽んの、お前。煽りやめるってことできないの？当たり前じゃったな、やっぱダメなんだよ。えいショックウェーブ。は？死ね、別に。お前、マジでキモ。死ね。いや、でも、煽られる気持ち分かったでしょ、今ので。だから、ね、煽られるとうざいでしょ。だから、やめた方がいいよ、それ。黙れ。はいザコバーカまあまあまあ、今、猫が俺のこと飛ばさなかったおかげで、今、地面に落ちてるショックウェーブ見つけたし、ありがとう。本当にお前に感謝してる。黙れ。また雑魚そうなやつだこのモブ。いやいやいや、そんなことないから。あー、いるいるいる。あー、ナイス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 。撃つな撃つな撃つな。おい、マジで全員煽ってくやん。お前、おら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 、どういう雑魚は動物だから。いや、ライトセーバーは見合ってないから俺にちょうだい。それお前のな、そのバーベキューの板でな、なんか焼いたような顔してるやつの方が合わねえから安心しろ。死ぬけ。最悪。あー、おいよ、戦い行くよ、戦い行くよ。やれるやれる。あ、またぞ、そいつ。おい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 。はい、ザコ。ご利用しご利用し。あ、回ってるぞ。え、落下で死んだ。ダッサ、ボット以下でくさ。オッケー。倒せよ、そんな初心者。おい、ザコ、こんなゴミ負けたかったザコ。お前、倒してねえだろ、撃つな。一人の時も煽ってんの？それ今俺とやってるからあれだけどさ、ソロの時でもずっと煽ってんの？そうに決まってんだろ、まあ、え、うわ、最悪。待って待って、はい、ザコじゃないから、はい、来て。ね、お前どこにいんねん。はい、来て。こいつら絶対ぶっ殺しちゃうな。めっちゃ粘着してる。やばい。お前それ、あ、もうお前がんなバーカ。俺こっちでバーカ。バカじゃねえ。あいつきっしょ。ザコだ、そこ壁置けよ。何を置いてんバカだよ。当たんねえ弾撃つ暇あんな。もうちょっとまとまプレイしちゃうか。あの猫さ、ああマジで暴言ひどくない？は？知らねえよ。マジで暴言やめる気ない？ねえ、当たり前だろ、あるわけねえよ。いやマジで最後の確認ね、本当に暴言やめない？暴言は俺の生きがいなんだよ、分かったか猿。まあまあ分かった分かった分かった。ちょっとさ、俺の知り合い呼んでいい？一人。これね、動画の途中で入ってると思うんですけど、今回はね、ドッキリです。はい。最近ね、ちょっと猫のね、暴言がね、だんだんとね、ひどくなってきてるんですよ。皆さんもね、ディオ言ってるの見たと思うんですけど、まあね、もうちょっとここら辺でね、一回ガチで、あ、いや、俺やばいかもしんないってちょっとね、思わせないとね、もうちょっと良くないんでね、ガチ運営が入ってくるっていうドッキリです。もちろん、俺のフレンドとかに運営がいるわけないんで、偽物の運営が来ます。はい、ということで、続きをどうぞ。なんだこいつ、ダッセー名前だな。おー、やめろやめろやめろ、お前そんなこと言うな。あ、聞こえてます？あ、聞こえてる。久しぶりです。あ、久しぶりです。え、
ダサな、まあ、お前やめろってお前言うなって。それシャンロン君が言ってた暴言やめない子ってこの子？ああ、そうですそうです、この猫って子です。誰やん、この子か。あ、一応猫に、まあ、紹介しとくんだけどさ、この人フォートナイト運営の人。え？あ、え、ガチの運営の人。ゼロ兄さんって一旦呼びますね。はい。あの、ゼロ兄さんに、よく言ってたじゃないですか。僕、なんか暴言としたやつ全然やめない子いるから、はい、本当にやばかったらちょっと、まあ、その時はお願いしますみたいな。はい。で、さっきね、この猫っていうことディオ言ってたんですけど、ガチで、下打ち暴言とか。下打ち暴言。やめてって言ってもずっとやるんですよ、この子は。ですよね。前から言ってましたもんね。あ、そうです、そうです。で、今回もうですか？今回本当にちょっとやめてほしいなって思って、本人ちょっと直接呼んじゃったんですけど。わかりました。猫くんでいいよね、名前。あ、はい。君なんでさ、さっき言ったことをしちゃうの？え、僕じゃないっす、それ。やるの。え、シャノンくん？あ、はい、はい。はい。猫だよね。あ、この子です。証拠の動画送りましょうか、ディスコードで。あ、送れますか、一回。あ、じゃあ一旦、猫、お前、送るよ、ちゃんと。送るよ、証拠。普通に。え、俺じゃないもん。いいんだな、お前。嘘ついてたら罪が重くなるってこと知らないの？知らんし。あ、送りました、送りました。確認は取れたけど、はい。ID も一緒だね。はい、ですよね。違うし。猫くん。ね、はい。君だよね、これ。え、僕じゃないです。それでいいの？はい。僕じゃないっす。猫、本当に正直なことを言うのが一番いいと思うよ。俺じゃないし。謝らない、絶対に。はい。ゼロ兄さん、これ、やっちゃいます？どうしましょうかね、これ。これは。その判断はちょっと、シャンロン君に任せようかな。あー、なるほど。できることがあったらちょっとやるけど。ゼロ兄さんがこういうこと言ってるんだけどさ。どうする？え、俺じゃないもん。周りのお兄ちゃんがです。それでいいの？本当に。うん、俺じゃないもん。もう泣いてんの？泣いてねえし。いや、でも泣くなら暴言とかしたうちやめた方がいいんじゃないの？俺じゃねえし。泣くなって。いや、別に なんか脅すとかそういう泣かせるためとかじゃなくて、まあ、ただ単純に自分が今本当にやばいことしてるんだなっていうのをちょっと気づいてほしいからさ、呼んだんだけど。いや、隣のお兄ちゃんが勝手になんか操作してだけだし。俺じゃん、俺じゃん。やったよね、本当に。やっちゃうよ、これも。あ、僕です。やった？はい、ごめんなさい。大丈夫それで。はい。まあ、だから認めてくれたから、運営さん、これは見逃してくださいっていうことでいいですか？じゃあ分かりました。じゃあ注意だけですね。まあ今日はちょっと、じゃあ運営さん、本当にありがとうございました。すいません、なんか忙しい中。ありがとうございました。すいません、失礼します。やった、あいつ抜けた。気持ち悪いな。え？え、猫なんつった？今何も言ってない。やば。あ、運営さん。はいはい。なんか運営さんが抜けた瞬間に、この猫がなんかやっと消えたから、ゴミとか言ってたんですけど。大丈夫ですか、この人本当に。猫くん、 あのゴミがとか。はい。いえ、猫言ったよね。言った、ごめんなさい。大丈夫ですか、もう。あ、大丈夫だった、もう大丈夫です、もう。じゃあ失礼します。はい、ありがとうございました。おシャンロン、あれ本当に運営なの？いや、ガチガチガチ。気持ち悪い。それは運営に言ってんの？運営に言ってんだったら今は呼ぶけど、運営。もう一回。前に言ってんだよ。ああ、俺ね。あ、運営に言ってるんだったら運営すぐ呼ぼうかなって思ったけど。まあでもせっかくだし、運営の人とかとやりたいんじゃない？うん。ちょっと、運営の人呼んでトリオ行くか、じゃあ。